さあ行きましょう、行きましょう。これ知ってるかもしれないわけない、知ってるわけないんだけど、ラーニングプランニングって言って、あの学習定着率って言って、学習定着率、これ難しい話よ。先生とかでしょ、これ。なんか、今みんな練習するじゃん。バスケットもいいし、勉強でもいいんだけど、なんか、まあ、教えてもらうじゃん。みんなはまだ基本生徒じゃん。どこ行っても、学校行っても生徒なくて。先生とかコーチとかにいろいろ教えてもらって、その時に学習をするわけでしょ、学んでるわけでしょ、それを自分の中でどうやって定着してできるのかって。で、基本講義これみんなの授業だと思って、授業だと 5%100% 中の 5% しか覚えてるんですよ。 5% しか入っちゃう、定着しない、はい、はい。読書、いや読む、まあ、教科書読むとかだけだと、10%、視聴覚、要は見たり聞いたりする、見たり聞いたりする、この場合は 20%、 まず全部小さくてデモンステーションやってみる、実験したりとか 30%、 グループ等のだから何人かでみんなで話してくださいみたいな、 50%、 そう、自分で体験する、他人に教える90%って感じ、こういう感じで、他人に教えるレベルなのかって思うのか、違ったこと教えてる、だから例えば授業とか、まあ、練習とかを聞いてるだけみたいなのだと全然入ってこない。じゃあそれを例えば今だったら本を読んだりする、まあ、授業で教科書だね、読んだりするだけで 10% で定着するよね。で視聴覚、まあ、だから動画とか見ても20%しか定着しない。そうしない。デモンステーション、例えばみんなと理科の実験とか、実験したの覚えてない？今日やった？今日何やった？演技部。それなんか教科書読むように覚えてない？やってみたから。でしょ？例えば。小学生、小3とかまではねえのか、調理実習は家でやるでしょ、なんかご飯とか作ったりする、作ったりするのって結局さ、なんかさ、レシピって言ってさ、こう見たりとかさ、キューピー3分クッキングやってんだよ、テレビでやってるでしょ、夏休みとかやってるでしょ、お昼前に、昼なんです、前にやってるでしょ、それを見てもわかんないけど、やってみたらって思う。あとは例えばチーム戦術、俺らが練習するときそうだけど、チームで話し合ってる方が俺が教えるようにみんな残ってない、記憶に。だから俺が教えるのもそういうことじゃない。体験を通して学習っていうのは、それは多分練習の中、自分でやってみて、こうなるわかるでしょう。じゃあこれを、例えば上の子たちが下の学年に例えば教えたりしてる方が、理解、ここが理解してるから、わかるから、教えるから、自分がより記憶が残ってる。だから、バスケットのゲームやってる時に、多分ミニバスとか中学校の部活とかってすごい多いのっていうのは、多分ここがすごく少ないんじゃないかな、俺は思ってる。実際ゲームやってる。うちはめっちゃやらすけど、俺はもう教えるの少ないじゃん、みんなで喋るっていうじゃん、喋る中で作っていけば楽しいじゃん、その方が自分たちができるようになる確率は高いし、練習も多分うちの 俺の練習って多分ここめっちゃ多いなと思うんです、このスキルトレーニングここは多分少ないはず、そんなに多く取ってないじゃん、なるべく少なくしてできることをいっぱいやった方がうまくなるから、できればこう理解してきた子でもしできてない子たちがいたりしたら、だからどんどん自分で教えろ、それが自分のためになるから、全部自分のためになるし、その子も教えてもらった方が上手くなるし、そうするとみんながうまくなっていくから、よりよくみんながどんどんいい環境を作ってくるから、もちろん僕とか学者とかコーチたちっていうのはもちろん大きな枠を作るけど、いつも言ってるように大きな枠は俺らが作るけど、中身を作るのはみんなだから、それはみんなができるようにこう頑張ってっていうのやって OK っていうことでトレーニング